リンテンバイエル、岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。雪の花を弾こうその2。先週から始まりました雪の花、フィンガースタイルで弾くソロギター名曲集第5集、珠玉のメロディーからのピックアップです。チューニングはスタンダード、カポは使いません、カポなしで演奏されております。先週2小節分イントロですね、解説してみました。ちょっとゆっくりおさらいをしてみます。ここまでですね、2小節。さあその次の Bm7、 ここから次の3小節目に入りますが、この Bm7、 先週も解説しましたように正派フォームは使えません。この2弦3弦4弦7フレットを押さえている小指、薬指、中指、これをそのまま5フレットまでスライドさせます。ここですね。次に3小節目に入りますが、ここはまあコード Am7 になります。1弦そして、5弦ベース音ですが、こちらは開放になります。そして、2弦3弦4弦の5フレット、小指、薬指、中指、このフォームですね。そして2拍目、ここの、1拍目ねコードを打った後に2拍目、16分音符でこう動きますね。一瞬その2弦目5フレットを押さえている小指を浮かしてやって、開放弦を鳴らします。で再び小指を元に戻して、最後は1弦3フレット人差し指を押さえてやります。もう一度その前の小節2小節目の最後 Bm7 からの流れをやってみますね。ここからですね。さあ4小節目は、2弦目1フレット3弦目2フレットですね。1弦4弦は開放と。でそれでまあ2弦3弦2本でも構いませんし、あるいは3弦2フレットを押さえている中指1本でも構いませんが、それをスライドアップさせてやります。ここまでですね。指使い、まあその形も含めてですけど変わりませんので、そのまま、まあ、2本スライド、あるいは3弦目1本をスライドさせて押さえ直し、どちらでも構いません。ここで最後は1弦5フレット2弦4フレット3弦5フレット、これはコードで言うと D7 のフラット9というコードですが、これで着地ですね。そして、ピックアップでメロディーに入ります。その最初の、まあこれ8部でピックアップされる、まあ、クッて入るわけですね。メロディーは4弦の開放から次の A の頭で、コード G からスタートですが、この際に普通、まあ、ローコードフォーム6弦の3フレットのベース、これは薬指で押さえるのが通常ですけど、ここは中指で押さえてください。そうしないとその後のフレーズの展開ができません。中指で6弦3フレットを押さえて、この3弦2フレットですね、ここは人差し指です。そして2弦3フレットは薬指で追うように、その小節の後半4弦の4フレットが出てきます。こちらは小指で押さえますね。つまり最終的には、6弦3フレット中指、そして4弦4フレット小指、3弦2フレット人差し指、そして、2弦3フレット薬指、こちらが一つのコードフォームとしてなります。
この際のコードは D on G でありますけどね、まあ、最終的にこういう形になるというだけで、最初からこの形で押さえる必要はありません。徐々に押さえ加えていってください。ですね。で、最後のメロディーは4弦開放が16部で2つ続きます。そして、2小節目に入ります。と動きますね。まあ、ここは非常にフレーズ的にも簡単なので、難なくこなせるかと思います。ですね。まあ、ここから先はまた次の解説としましょうか。雪の花、これからも頑張りましょう。今日の臨天バイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターにおける悩み、ご相談、そしてご質問、何でも受け付けますのでね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。